こんにちは。さいたま市武蔵浦和コミュニティセンターの平沢です。昨年は壇上からご挨拶をいたしましたが、今年はこちらでよろしくお願いいたします。第10回全国高等学校鉄道模型コンテスト、今年もまた皆さんの力作にお目にかかれるのを楽しみにしています。さて、コンテスト事務局の協力をいただき、全国学生鉄道模型コンテストに出場した埼玉県内の学校の作品のレールをつないで車両を走らせるイベントを軸として、大宮駅の豆屋くん、そしてバナナマンの志田屋さんが考えた埼玉に登場してもらい、さまざまな形で鉄道を楽しんでもらう埼玉学生鉄道模型展 in 武蔵浦和、8月18、19日にこちらの武蔵浦和コミュニティセンターで開催します。この模型展では皆さんが応募する作品の制作過程の動画も紹介し、目の前で見る作品がどのように出来上がっているのかも楽しんでいます。 JR 武蔵浦和駅前にあるこちらのサウスピア9階の大きな窓から新幹線が走行する姿を間近で楽しめるのもこのイベントの醍醐味の一つです。よろしければ公共施設で開催する鉄道のイベントにお越しください。ではビッグサイトで皆さんが手で描いた鉄道風景にお目にかかれるのを楽しみにしています。頑張ってください。